お疲れ様です。長倉です。最近ね、自分自身もいろんな仕事をしていく中で、やはりこうリアルで会うことの重要性っていうのはすごくね伝えてるんですね。でリアルに会う重要性のもう一番のね、最近すごく思うことは何かっていうと、やっぱリアルに会ってるだけでですね、口コミが入るなっていうふうに思います。口コミって何かっていうと、紹介というかね、やっぱり最近、なんか俺なんかもこうね、出版塾とかいろんな講座をね、やってたりするんですけど、そこに来られる方がですね、誰々さんの紹介されたとか、誰々さんに勧められてみたいな人が結構多かったんですよね。じゃあその誰々さんっていうのは、絶対会ったことある人なんですよ、リアルに。やっぱりリアルに会ったことあれば、やっぱりその人はなんかその印象をね、伝えてくれる。もちろん悪い方に伝えてる人もいるかもしれないね。印象が悪かったりとか、こう、気が合わなかったりとかしたら。でも、そうじゃない場合もね、あって、特に好印象だった場合は、基本的にはやはりこう、紹介が入るし、っていう意味でですね、そういった意味でも、やはりこう、多くの人にリアルで会うってことを大事にしてほしいなというふうに思うんですね。じゃないと、これからはね、結構ね、厳しいなというふうに思います。その SNS とか、そのインターネットのウェブね、マーケティングっていうものが、かなり高度になってきてるなというふうに思ってますんで、その中でね、リアルであって口コミが起きるような、要するに、リアルの中でもネットワークが広がる。まあ、簡単に言うとさ、リアルでのリツイートみたいな、ものもね、が起きるような生き方とか、メッセージとかを持つってことはもちろん重要なんだけども、それと同時にですね、リアルでもどんどん会っていくってことが重要で、それリアルに会っていくと、最終的にね、もうそれがリアルに会った人が多ければ多いほど、信用っていうのは俺は積み上がっていくんじゃないかなというふうに思ってて、ぜひですね、そういうふうに、俺自身もそうやってね、生きていこうと思ってるし、皆さんもぜひね、リアルで会う機会っていうのをたくさん作ってみるといいんじゃないかなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。